はい、こんにちは。今回はアニメ痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますのですね、第12話最終回ですね、の防御特化とつながり、の、感想とかですね、言っていきたいと思いますが、一応ですね、アニメのね、総括的な感想もちょっとだけ、したいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、まあ内容としては都道政権との最終決戦みたいな、まあそのイベント的には別に最終決戦とかじゃないんですけど、せっかくなので、型をつけておこうということで、強者同士がね戦うという形になりました。でイベントが終了という流れです。はい、で、まあ総じてですね、気持ちよく終わってしっかり楽しめた話やったなと思いましたね。最後に対して何かこう懸念事項が残るような形じゃなくてですね、とにかく気持ちよく終われたっていうの、なかなかその本当は続いてる物語でここまで綺麗にねまとめられたのも珍しいんじゃないかなって思うほど、良い終わり方やったと思います。はい、じゃあ、各所のですね、一応自分の好きやったところをね押さえていきたいかなというふうに思いますね。はい、まああくまでもね感想なんですけど、都道政権との戦いで自分がね良かったのは、伊豆さんがそのズバッてやられてしまってですね、やっぱ結構そこそこその危機感みたいなのを、感じることができたのは良かったなと思いますね。ゲームの中ではあるんですけど、やっぱり味方が一瞬でね散っていく状態になると、やっぱギルドが全滅するかもみたいな、そういった危機感をね感じることができるので、こういうのはいいなと思いましたね。はい、演出としても過剰な演出じゃなくて、普通にゲームとして、ギルドがピンチっていうところでですね、危機感が出たのは良かったなと思いました。で、まさか結構奏が活躍してくれたのが個人的には嬉しかったんですよね。せっかく面白いスキルを持ってるんやけど、あ、なんかしてるんやなっていう程度にしかね描かれてなかったんですけど、今回はなんかレアなスキルの同時発動みたいな感じで、結局ペインにねやられちゃったんですけど、そういうこういうなんか動きではっきりとその得意性を見せてくれるっていうのはね、良かったですね。これ本当にやって個人的にやってほしかったことだったので、やってもらえたのはとても嬉しいなと思いましたね。他にも結構ね、やってくれた感があったのは、なんだかんだでクロムさんのね、強さというか、良さみたいなのを描いてくれたのとかも結構良かったし、あとなんかもう、カマセイヌみたいなね、存在としてのフレデリカが、サリー単体をね、完全に抑え込んでくれてたりしたのがですね、良かったですね。しっかりピンチを演出できたのが、良かったなと、個人的には思うんですけど、もっと思うのが、この結局霞はですね、この大ピンチでもですね、奥の手を出すこともなくですね、普通にプレイしているという、いや僕が霞を買いすぎてるのかもわからないんですけど、シーンを倒した時の奥の手とかね、結局使わずにですね、いたのでですね、なんかすごくマイペースのキャラとしてですね個人的に良かったです。霞と、まあ、奏が、特に個人的にはこの、ね、戦いの中でね気に入りましたね。で、まあ政権とのしっかりした戦い方って結局もうメープルの独壇場というかですね、防御特化とつながりっていう、こうサブタイトルであるんですけど、他の仲間とのね力をねほぼ感じることなくですね、終わってしまったので、まあ仲間が時間稼いでくれたからペインのねライフがね減ってたっていうのはあると思うんですけど、まあそれ以外のキャラクターもねあっさりと捕まってあっさりと得られちゃったので、このなんていうか台無し感は健在というかね、ある意味このお約束的なところではあるんですけど、最後仲間とのね努力や絆やコンビネーションで倒したってなるとですね、それはそれで多分この、ね、作品としてちょっと違うやろってなっちゃうんじゃないかなと思うので、ちょっとなんかこう台無し感というかね、おバカな感じがね良かったなというふうに思いました。あとですね、そうですね、このペインの最後のね諦めた時のね顔もすごい良かったですね。いやこいつ本当にいいやつですね。実はあんまり性格良くないとかね、ありがちなんですけどね、そういうこともなくて良かったです。で、遠征の国の場面があったんですけど、なぜか真のですね活躍の場面がね描かれるっていうことで、お前そこで活躍の場面もらえるんやみたいな感じでですね、多分このシンさんがですね、オーブを持って逃げるっていうね役割をしてたんですけど、
うん、これをせずにあの戦いに加わってたら多分ユイとマイはやられてたんじゃないかなと、思うんですよね。遠距離攻撃ができるやつなの でそれをねしなかったっていうところですね。そういう意味ではまあ霞がねこれ抑えてたから復帰まで時間かかったっていうのを考えるとまあ意味はあったのかなと思うんですけどね。うん、このシーンのね立ち位置もなかなかね面白かったですね。あとやっぱりこうミーがその気丈に振る舞ってるけど実はヘニョヘニョなんやけどっていうキャラクターなんだけど、ゲームをしっかりやって相手と対峙してるうちはですねちょっとね怖がりながらもですね最後までひるまずねヘニョヘニョにならずにですね、戦いね切ってたっていうところでね、やっぱりミーの描かれ方はねあのすごく短いんだけどあのいいなというふうに思いましたね。うん、まあなんていうかこうメープルが、まあ、可愛いというのは属性でしかなくてあんまり結局その人柄としての魅力を描ききれなかったんじゃないかなと僕は思っているので、うん、なんかこういう振る舞いもあのメープルがやってたらまあそういうもんやなってわかるんですけど、このその悪魔の姿でやってるとすごい違和感を感じるのは、うん、やっぱりそういうことなんやなというふうに思って、ただそれをギャグにしてしまってるのであのなかなかあの制作陣もそのメープルについて書ききれてなかったりね、歪みが生じてることは分かってやってるんやなっていうのをね感じましたね。なかなかね力量を感じる話やったなと思います。でイベントがもう最後、ギルドが混戦しだしてですね、メープルのねこの悪魔がむちゃくちゃしてしまって、ここでもねあの奏がねちょっとなんか目の下にクマっぽくなってるんですけど、これ実はあの小さい子で夜更かし苦手だったりするんですかね。まあそれは置いといてですね、うん、なんだかんだでこのメープルに乗って移動できるんやったら亀の存在価値がちょっとね薄らぎそうな気がするんですよね。そのメープルはあくまでもどちらかというと器用貧乏的なキャラクターであってほしいんですね。万能であると、うん、個人的にはあんまりだなと思うんですけど、まあ最後なんでね、それはいいんじゃないかなというふうに、思いました。で奏のスキルをねホムラと合わせてですねメープルがね、7体になってですね、なんかもう世界の終わりみたいなね感じになって、最後大魔王エンドっていうことでめちゃくちゃあこれはいいエンドだっていうふうに、思いましたね。こいつらがもうラスボスみたいな感じで終わったので、うん、なかなか綺麗な終わり方やなというふうに、思いました。なんやかんやで奏のね役割が見せてくれたのも、個人的には満足ですね。はい、そんなわけでねかなり満足度高かったんですよね。でまあみんなね負けたプレイヤーがねこうやって見ているっていうのもね面白かったですね。うん、がプレイヤー少ない気もするんですけど、いろんな場所にまあ実はいるとかそういうことなんでしょうかね。はい、でですね、イベントがね、終わりましてですね、もう運営はね諦めましたよっていう風なね、スタンスを、取るということになりましたね。まあ一応つじつまはあったんじゃないかなという風に思いましたね。なんかあのサリーの流水を逆輸入しようかみたいなあの方向性は運営としてはね個人的にはいいなっていう風に思ったので、うん、あのこういう感じでやっていってほしいなとは思いましたね。でまあそのこのまあ楓とリサか、リサがですね、リアルの話をしててですね、まあそのゲームで人生変わったみたいに言ってたんですけど、まあ実際何も人生変わっていないところも、それでも言っちゃってるところがすごいね、あの中学生らしい感じでね、とてもいいなと思いましたね。そのゲームというものに対する扱いがですね、その運営の発言だけ置いておけばですね、かなり絶妙のバランスであのこの作品できてたなと、思いますね。まあ後でね、作品自体を話したいと思うんですけど、はい。でですね、みんなを呼んでですね、打ち上げをしようという感じで、やりましたね。はい、まあな呼ばれたみんなもねなんか普通に仲良くしていたのがねなかなか好印象でしたね。こんな感じでね、はい、眉毛の人ですね。でこれシンも普通に入ってるところシンあんま何もしてないんですけどね、いい感じですね。でミーはミーでまあ、一応カリスマはありつつもちょっとね表情が柔らかくなってて良、ね、かったですね。いやこれなんかをミー描いてる人絶対分かって描いてるなという風に、思いましたね。作画監督さんが優秀なんですかね。でなんだかんだでね、フレデリカとかね、ペインとかもねやっぱりね結局ねいいやつなんですよこいつらも。なんだかんだで気持ちのいい、やつでしたね。はい、そういう意味ではねとても気持ちのいい、話でした。で、最後ですね、多分この後にですね組んで何かのイベントをね攻略したんだと思うんですね。これ
第2階層から3階層に行く途中に出てきた森のモンスターに似てるんで、多分そういう感じの描写やったんだと思うんですけど、これはちょっとね、ウェブ小説の方を見て僕はチェックしたいなというふうに、思っていますよね。はい、そんなわけでですね、なかなか綺麗に終わったし、その引っかかるものもなかったのでね、最初始まり思った時は結構ね不安の種はいっぱいあったんですけど、そういう意味ではですねすごく気持ちよく終わらせてくれて、個人的にはですねかなり満足度が高い、アニメになりました。はい、総括的なのを言いましょうか。はい、まずですね、登場人物ね全員気持ちがいいやつらなんですよ。その悪意を持ってキャラクターっていうのが基本的にはいないし、その見えない悪意というか無意識の悪意みたいなのを持ってるキャラクターも、まあ若干運営の発言は僕はあんまりね好きになれない発言もあったんですけど、その最大のね敵であるペインがねこんな気持ちのいいキャラでですね、なんやかんやで敵対してたね人たちもね仲良くねすることができてですね、で仇とかね、因縁とかあるはあるんですよ。あるんですけど、あくまでもそのゲームの中でみんなで楽しもうっていうスタンスでですね、やっていてですね、でメープルも天然でね楽しくプレイはしてるんやけど、メープルの仲間もで、まあ、もですね結局メープルに楽しくプレイさせてあげようっていう風にね、僕クロムがねそれを言ってた時にすごくねいい気持ちになったんですけど、そういう風にやってたので登場人物のね、全員気持ちがいいっていうのがね本当にいいなと思いましたね。特になんていうかこう実際の戦争とかやったらそうはいかないんやけど、ゲームでみんなが楽しむためにしてるゲームやからこそ成り立つ綺麗な世界をしっかり描いてくれてるというか、なんかこう自分はゲームなのにそのゲーム、なんかそんなただのゲームなのにそういう風に動いちゃうのなんかちょっとリアリティないなって思っちゃうような動きをすると自分的には引っかかっちゃうんですけど、それが結構ねなかったんですよ。あとなんだろう、主人公を本気にさせたりその戦わせたり、あと、まあ、盛り上げさせたりするためだけになんか嫌なことしてくだけしてくるだけの悪役とかですね、倒すためだけに出てきて魅力を感じない気持ち悪いだけの悪役とかはねちょっとね苦手ですね、そういったねのばっかし出てくるような話途中でね切っちゃったりするんですけど、そういうのがね結局最後まで全然出てこなかったので、ね、本当に気持ちよく、見ることができてですね、もう何回気持ちいいって言ってるのかよくわかんないですね、すいませんね気持ち悪いですね。はい、そういう感じなんですけど、それが一番の魅力だったなというふうに、思いましたね。みんな真剣にゲームとして真剣にやってるけどちゃんとゲームを楽しんでるっていうところがね、伝わってきてですね、よかったと思います。で、ゲームでつながりますね、ゲームであるっていうね、世界観もねとてもねちょうどねつながっててよかったですね。ゲームだから荒いところもあるし、設定が緩いところもあるし、ゲームだから服装がね、自由度があるから、この世界やけどこの服装とかね、ゲームだからこそのですね歪みだとかですね面白さだとかで、ミーの二面性の描かれ方とかでもですね、全然嫌味のない形になっていたので、ゲームならではの要素をですねとても綺麗に、まとめてて、多分これは作者さんの実力がねかなり大きい、というふうに思ってはいるんですけど、それをしっかりですね制作陣もね汲み取って作ってたからですね、引っかかるところがね、少ない作品に、なったんじゃないかなというふうに、思いましたね。特にやっぱりね背景さんとかねすごい頑張ってましたね。なんだかんだでその世界観とかをね、これ運営のシーンやったりするんですけどね、かなり表してくれたりですね、もうゲームのねエフェクトだとかですね、ゲームならではのですね、なんていうかねそのあるあるというかね、そういったところでゲームだからこういうシーン見たいよねっていうところにしっかり答えてくれたのはですね、よかったなというふうに、思っています。で最後ギャグ要素と考察要素のバランスもすごく、いいなというふうに、思いましたね。はい、まあ、運営さんのですねギャグはですねだいぶ好みが分かれて僕の好みではなかったんですけど、基本的に気持ちのいいキャラクターたちがですねそこそこボケたりそこそこ変な行動したりする、メープルの周りでですね好意的に見つつもツッコミを入れてるのですね、ギャグとしても楽しく見れるし、
で、実際これって裏ではどういうことが起きてるんやろうとか、このゲームのシステムどうなってるのっていうのがですね、もともとツッコミどころ満載のゲームとしてね、始まってはいるんだけど、あ、こういう部分ってゲームならではだよなとか、例えば兵隊っぽいね、モブキャラっぽいやつらがみんなモブキャラっぽい服装してるのも多分あれはね、みんなが同じ装備でベストな装備やとして、ね、生産職が作ってるから服が統一されてるんやろうとかですね、うん、それなりになんていうかこう考察していて楽しい、部分っていうのがかなり、多かったのでですね、なんやかんやで、ね、12話ねしっかり楽しんでね見てしまいましたね。はい、そんな感じで、とてもいいね、作品だったなというふうに思いますね。今期はここまでねこれで楽しめるとは思わなかったですね。うん、一応今期一番目にね楽しめたのは映像系に手を出すなっていうアニメではあるんですけど、もうまあそれとは別でですね、これはかなり、ね、それとこの、ね、防御力ね曲振りに関してはですね、2番目にね僕個人的にはついてですね、かなりね他のと比べてもですね、楽しむことができたので良、かったなというふうに、思っていますので、でウェブの方でですね、続きをねちょっと楽しもうかなというふうに、思っていますね。まずはウェブ小説の方がですね、小説家になろうでねアップされてるんでですね、結構細かいとことかその理由付けとかですね、でここアニメでやっぱり書ききれなかったメープル自体の魅力みたいなのをかなりね小説はねちゃんと書いてくれているので、うん、そこをねちょっと楽しみに見ようかなっていうふうに思ってますね。でまあ見ながらこれね2期がありそうな雰囲気だけは出てるんですけど、ちょっとまだ、現時点で分かんないんですけど、まあのんびり2期を待とうかなというふうに、思っています。はい、そんなわけでですね、かなりねいい作品にね会えたなというふうに思っていますし、満足しています。はい、そのとこですね、ご清聴ねありがとうございました。